シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子でございます。この番組ではリスナーの皆さんのことは K ステーションの隊員とお呼びしております。隊員の皆様はぜひ番組にメールを送ったりして隊長を励ましてください。よろしくお願いします。応援してください。よろしくお願いします。さてさて、この間ね、Facebook を見ていたら、学校の後輩のこのお子さんが私たちの母校に通うことになりましたって書いてて、で制服を試着してる写真を上げてたの。まあね、当時の彼女にそっくりだったんだけれども、制服がね、なんかマイナーチェンジしてたんですよ。結構私たちの時代の時は、被るセーラー服なんですけども、被るので結構着にくかったんですよ。脇はチャックなんですが、まあちょっとかぶりにくかったりとか、結構腕がつっかえたりとかしちゃってね、だったんですけれども、なんかね、写真に載ってたマイナーチェンジした制服はね、真ん中にさ、前にチャックあんの。確かにちょっと見た目は悪いなと思うけど、すごい着やすくなってるなと思って、ちょっと羨ましいなと思いました。カフスとかもなんかね、前は取れるので取って洗ったりとかもしてたんですよ。すぐ汚れちゃうから。でも今は取れないらしいです。制服ってまあマイナーチェンジするんですね。私が通ってた時点でも70年以上ぐらいの歴史があって、それまでは全然制服とか変わらなかったけど、時代なんですかね。当時はね、8クラスぐらいあったけれども、今は4クラスぐらいしかないとか言ってたし、まあね、きっと先生とか結構校則も変わってるんじゃないかなって思います。ちょっと娘さんが入学した暁には、今の母校の現状をいろいろ後輩から伺いたいなと思っております。それではシークレットベース K ステーションミニミニ第32回いってみよう。この番組はターゲットの提供でお送りいたします。お話広場。このコーナーでは皆さんからいただいたトークテーマでお話ししていきます。今回はこちらの方からいただきました。はい、井戸田隊員からいただきました。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。近藤さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。実は自分は今年で高校を卒業するのですが、おめでとうございます。みんなと卒業するのが寂しいです。近藤さんは卒業式の時の思い出はありますか、とのことです。わー、井戸田さん、高校卒業おめでとうございます。いやー、やっぱ卒業式となりますとね、友達と別れるのが本当寂しいですよね。友達であったりとか、本当毎日会ってた先生とか、もう会えなくなるんだって。逆に友達だとね、なんか、まあ、会えたりもするけど、先生ってね、なかなかタイミングないから会えなかったりするので、仲良かった先生とかはね、本当今どうしてるんだろうとか、ちょっとたまに考えたりとかします。私の卒業式の思い出は、そうですね、まあ、一番印象に残ってるのは、そうですね、小学生の時かな。なんかね、卒業自体は悲しかったんですけれども、照れもあったとは思うんですが、卒業式の最後に全校生徒に見送られながら、まあ、退場していく時、私ね、なんかすごい笑ってた、ニコニコだったらしいんです
よね。あんまり意識してなかったんですけど、多分恥ずかしかったと思うんですけれども、あの友達のお母さんとかに、かなこちゃんすごい笑顔で嬉しそうだったわねって言われたんですよ。まあなんで嬉しそうかって思われた、かというと、まあね、あの小学4、5、6で担任になった先生が本当にひどくって、最初小4でその担任の先生が決まった時に、私たちもあこの先生かって、もう前年度にその私たちの1学年上の先輩をたちを受け持ってたんですけれども、その時からの評判が悪くって、あなんか外れに当たっちゃったなみたいな感じの思いだったんですけれども、まあその担任の先生が教室に入ってきた途端にもうびっくりですよ。お前らなんか持ちたくなかったんだよって言われたんですよね。まあそこから地獄の日々が始まったんですけれども、まあね、なんだろう、結構な先生で、当時も当時だ、すごくないと思うんですが、まあなんだろうね、生徒をひいきする、なんか自分の思い通りになる生徒は前の方の席にして、思い通りにならなかったりとか邪魔をする生徒とかは、反抗する生徒は後ろの方に席やったりとかして、そうね、なんか男子とかがなんかこう悪さをしたりした時とかは、なんかカッターとか投げたりして指詰めろって言われたとかっていうのも聞いたし、まあ机とか椅子は投げるわ。私たちクラスの半分以上が朝結構吹奏楽をやってて、みんなね、で吹奏楽でこう朝練して教室戻ってきて、朝朝礼始まると先生が、お前らはドブネズミの目をしているとかって言うんですよ。なんかわかんないんですけど、その吹奏楽の先生とうちの担任の先生が仲悪かったのかわかんないんですけど、なんかね、吹奏楽やってる子はね、なんかしないちょっとだけ目の敵にされたりとかしてね、もうだからちょっとだけ登校拒否をして、まあ1週間ぐらい学校に行きたくないって言ったんですが、まあその上にねいる私をなんとか学校に行かそうとする母がちょっととてもかわいそうになってしまって、おばあちゃんとかが言われたりとか、頑張ってねいろいろやってくれてるお母さんかわいそうになって、まあとりあえず1週間ぐらいで学校には行ったんですが、一応母とその時の校長先生に、担任の先生なんとかなりませんかって話しに行ったんですよ。そしたらね、まあ、子供の前で言うかって思ったんですけれども、いや今年ね私は定年なので、来年来る校長先生に行ってくださいって言われたんですよ。はあ、子供ながらに、あなんか大人って信じられないって思っちゃって、それ以来なんかあんまりこう物事なんかあんまり信じちゃいけないのかなとか、頼りにしちゃいけないのかなとか思うようになって、まあ大人のことはあんまり本当に信じられなくなりましたね、小学生なりに小4の時に。これからまあなんとなくこう影を潜めつつ、先生にもまあは、まあ性格的にはそうですけど反抗したりとかせず、中途半端なまあまあの成績を収め、先生にもまあ気に入られすぎもせず、嫌われもせずのいいところの位置で一応席は 前の真ん中の方かちょっと端っこの方にさせてもらえるぐらいになって、まあ先生には口答えしなかったですね。まあこうその3年間が終わって、いやかなこちゃん嬉しかったのねって言われるのはわかるんですよ。その先生ね、いろいろ問題を起こしてんのに、なんでこう4、5、6受け持ちになったのかが本当わかんなかったんです。ただやっぱりその私たち6年生卒業した後に先生も一緒にその学校を卒業し、別の学校に移動したんですけども、次の学校でやっぱり同じようなことをしたみたいで、すぐに懲戒免職っていうんですか、なんか教職免許を剥奪されましたね。なんか新聞に載ってるよって言われて、
そうそう見たな、まあ、それだけだった、それだけのことをしていたのに私たちはよく我慢したなっていう、まあそんな話もあるんですけれども、あの明るい明るいとてもいい卒業式は、あの高3の担任の先生がとてもいい先生で、まあね、なんだろう、本当生徒一人一人、もう42人ぐらいいたんだけど、一人一人ちゃんと見てくれてて、でまあ先生は英語が担当で、私英語苦手だったんですけど、だから結構一からねよく英語を教えてくれましたよ、うん、だからね、あの赤点からはその担任の先生になってから脱出しました、うん、あとね、先生もドラえもん大好きで、私もドラえもん大好きで、あの机にねドラえもんの落書きをめちゃくちゃしてたんですよ普通ね、あの共有の机だから机にもちろん落書きとかはしちゃいけないんですが、その机の落書きのねドラえもんを見た先生が、あら小田さん、こんな可愛いドラえもんはちゃんと紙に書いてあげましょうねって言ってくれて、はーいってなんかおとなしく消して紙にいっぱい書いてあげました。なんかね、そうだから学園祭の時もドラえもんを私すごいいっぱい書かせてもらって、だからパスタ屋さんかなんかしたんですけども、ドラえもんのパスタ屋さん的な感じでドラえもん私が書いたのをみんな切り抜いてくれたりとかして、なんかいっぱい部屋に貼ってくれました。先生本当にありがとうございますって感じでした。もう一人一人をちゃんと見てくれる先生で、卒業式の時はね、あの先生の大好きな歌、あの松山千春さんの大空と大地の中でをもうね泣きながら歌ってくれて、もうみんな号泣すごいね、なんかね可愛らしい先生でした。うん、本当先生には感謝ですね。そういう先生もいるんだなって最後に、まあ短大も言ったけれども、うん、最後に思わせてくれた先生でした。まあ学校通っててよかったなと思いました。井戸田さんもぜひ卒業式はまた特別な日だと思いますので、素敵な卒業式のひとときをお過ごしください。はい、そしてあの次へのステップ踏み出してくださいね。それではここで1曲お聴きください。近藤かな子のミニアルバム Forever よりひなげし。いつもこのまま眠ったら明日届かない彼方の空、掴めないちょっと先の未来、砂を噛む味になれて心して路上に咲いているオレンジ色の花、できることさえ許されない、すぐに摘み取られて枯れてきっと別れの時間です、この番組では皆さんからのメールを募集しております、普通のお便り、普通歌、私近藤への質問、お悩み相談など何でも OK です、例えばおすすめの〇〇はとか、好きな〇〇はとか、丸と三角ならどっち派とか、簡単な質問でも OK です、ち
なみに季節のメールを送りたいなって方は4月の15から5月の13日の間の期間の普通歌だと助かります、採用されます。まあ桜であったりゴールデンウィークの話であったり、まあ、入学後の学校生活であったりとか、まあいろいろねありますね。ぜひよろしくお願いします。メールの宛先は K ステーションのツイッターの DM に送ってください。次回の締め切りは4月の8日となっております。メールいつでも送って OK なので、放送聞いたらお早めに送ってください。よろしくお願いします。それではここで告知をさせてください。ただいま各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひサブスクでも聴いてくださいね。そして同じレーベルの仲間 LFO ちゃんたちがニューアルバムジャンピング発売となりました。ただいまは各社サイトより配信中となり、3月23日には CD 版が発売予定となっております。まずはですね、配信サイトより曲をチェックしてくださいね。よろしくお願いします。今日はね、真ん中のコーナーいっぱい喋りすぎてしまったのでこれで終わりです。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったねー。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。